コンラート・メギは、エストニアの画家である、エストニア南部、バルガ県のヘレン・ヤームで生まれた。タルトのドイツ人工芸家の組合で美術を学んだ後、ロシアのサンクト・ペテルブルクの工芸学校に入学し、エストニア出身の彫刻家、アマンデス・アダムソンに彫刻を学ぶが、革命運動への参加が疑われた医学、追放となった。フィンランドに移り1906年の夏、 オーランドでエストニアのモダニズムの画家、ニコライトリークと知り合い、彫刻を止め、海外に専念することになった。1907年にしばらくパリに滞在し、1908年から1910年の間、ノルウェーに滞在した後、1912年からパリで活動し、アカデミーコラロシアロシアの画家、 マリエ・ワシーリエフが設立したアカデミールスなどの私立の美術学校で学んだ。当時の画家が多く集まったノルマンディも訪れ、印象主義やフォービズムやセザンヌの作品から影響を受けた。1912年までフランスに滞在した後、エストニアに戻り、タルットゥに住んだ。1912年と1913年の夏はバルト海のサーアレマージまで過ごし風景を描いた。 1916年と1917年の夏は友人の画家とエストニア南部のケーザリェで過ごした。エストニアのロシアからの独立後、タルトゥに設立された美術学校パラスの設立に参加し、初代の校長に就任した。1921年にイタリアを旅し、イタリアの風景画を描いた。1925年にタルトゥで45歳で亡くなった。 ありがとうございます。